とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワーのワンパンで行く構成をやっていきたいと思います。ワンパンで行くと、ボスがね、結構簡単に倒すことができます。ただ、注意点が一つあるので、それを説明しながらちょっと行きますね。では、行ってみましょう。タワー1階をクリアしましたら、報酬で地雷があります。地雷を取っていってください。はい。で、これでボスまで進んでいきますよ。それでは、地雷を持ったまま、10階のボスまで来ました。ボスがね、この辺に出るのよ。なので、ここら辺から地雷を置いておいてください。そうすると、ポンと一発で倒せます。この地雷ですけども、使ってから発動するまでに若干時間がかかります。なので、ボスが出てくるサークルあるよね、丸くなって、そこにボスが出てくるってやつ。それが出てから使うと間に合いませんので、ある程度早めから設置しておくようにしましょう。では次、20階まで行きますね。20階のボス来ました。ここのボスも同じく、こいつの斜め後ろぐらいに出るので、置いときます。ボンと。一発ですね。で、この地雷、1階で入手してきたんだけども、20階に到達するまででも、全然敵にダメージ与えれます。11階でかな。新しい地雷と交換する機会はあるんだけども、別に交換せずとも良さそうです。十分ダメージ与えれます。では、いきますよ。ここで注意点です。25回の報酬でドラが出ます。これはね、取っていった方がいいですね。地雷はここでおさらばして大丈夫です。なぜかって、30回のボス、地雷が効きません。なので、ここはドラに変えていった方がいいです。まあ、今日はね、ちょっと、地雷がなぜ効かないか、それも説明したいので、ドラはゴーレムと変えていきます。あ、ドラの報酬は24回でしたね。24回でドラを入手できます。で、ドラを持っていかなかった場合、ここね、ガストがむちゃくちゃきつくなるのよ。なので、ドラはね、ゴーレムと交代して、あ、ゴーレムじゃない。地雷と交代した方が、やっぱりいいですね。ガストがね、マジできつくなるから。ここほっときつくなるんで、要注意です。ここはね、本当にこの、ポーションバリアと、ドラのセットで、突っ込まないと、どうしてもね、いけないのよ。強すぎてガストが。なので、ドラは絶対に必要なので、覚えておいてください。30回来ましたね。30回のボスは、出始めが無敵なので、地雷が効きません。なので、こんな感じでね、効かないんだよね。なので、ドラが絶対に必要になるので、忘れないように、行きましょう。ドラないと、ほんとここ地獄だからね。絶対取るようにしてください。忘れないようにね。ここは絶対必要。で、できれば、ゴーレムもいた方が、全然安全に倒せるので、ゴーレムとドラのセット。これはね、忘れないようにしましょう。うん、地雷はね、最後の方いらないので、もう20回をクリアした時点で、もう、いらないので捨てて OK です。おいおいおい、危ねえぞ。まあ、なんとか、ここは倒しましょう。地雷じゃあね、こいつはあんまりダメージは与えれない。うん。まあまあ、ゴリさんだったら若干与えれるかな。うん。ゴリさんは若干与えれるので、いいけども。ちょ、待てよ。怖いぞ。あー、ミスった。ミスった。いや、やっちゃいましたね。やっちゃいました。ポーションバリアは、もう惜しげもなく使っていった方がいいです。
うん。まあ、ポーション切れたら逃げ回ってればなんとかなるんで、もう惜しげもなく使って今みたいな事故は防ぐようにしましょう。では今日はね、地雷を使ったワンパン構成やってみました。10回、20回はそれで大丈夫だけども、30回は地雷の意味がありませんので、もう20回をクリアした時点で、捨てて OK です。うん。まあ、最後の、ボスと戦う時の構成としては、ゴーレムとドラ。その二つは絶対に必要になってくる。あと、愛のメダルもだね。あったらすごく役に立つので、その三つがベストかなと思います。はい、注意してやってみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。やられちゃったぜ。